光った部分見れば分かるんですけど、白飛びしてるじゃないですか。こっちしてないじゃないですか。全然違いますよね。今度周りの音はどうですか。そうですね、聞こえないです、ね、聞こえます。いや、聞こえない、聞こえない、うん。こんにちは、戸田悟です。もうプロっぽいメーカー、シスコというですね、まあ業務用にかなり近いメーカーがあるんですが、ここが本気を出して作ったウェブカメラとウェブ会議用のヘッドセットですね、これを紹介したいと思います。見ていただいている方からのリクエストもあった、もうすごい製品なんですよ。ウェブカメラ 4K 対応ですしね、値段も高いですが、頂点の製品ってどんなの、見ると楽しいと思いますよ。今回はですね、シスコの、まあ、テレビ会議向け、ウェブ会議向けの製品を2つご紹介したいと思うんですが、これですね、実は見ていただいている方からリクエストを頂戴しまして、で僕も興味があったので、製品をちょっとお借りして取り上げたいなと思っている次第です。ということで、最初がですね、こちらシスコの WebX デスクシリーズで、まあ、シスコってそもそも、ウェブ会議のアプリケーションというかツールをですね、提供してるんですね。まあ、Zoom みたいなもんですけれども、WebX っていうのを提供してる。つまり、Zoom ってウェブ会議のアプリは出してますけど、ハードウェア出してないですよね。シスコはハードウェアも出してるというですね、まあ、このカテゴリーの中では結構メジャーなメーカーで、まあ、個人の方だとあまりご存じない方も多いかもしれませんが、いろいろな通信関係、Wi-Fi とかですね、そういったものにも非常に強いメーカーです。ということで、今回はですね、そのシスコが出した、まずウェブカメラですね。で、これ 4K ウルトラ HD ということで、超高解像度なわけですよ。で、これが最大の特徴ですね。で、さらにですね、まあ、明るさを自動で変えて、こう見やすくしてくれるみたいな機能も搭載してます。ということで、まあ、そもそも、こういうですね、これ2万円台。実際の価格は Amazon で22,440円ですね。まあ、ウェブカメラとしては結構高いですよね。じゃあ、高いカメラどれぐらいの違いがあるのと。いうところでですね、まあ、製品の質感もろもろ今回はちょっと検証していきたいと思います。でこちらがですね、今回紹介するシスコの WebX デスクカメラですね。早速箱を開けていきたいと思いますけれども、はい、こちらが本体です。まあウェブカメラとしては結構大きめで、すごくしっかりしてますね、作りがね。でこうダイヤモンドカットがされていて、まあ、金属であることを主張してますけれども、アルミだと思いますね。はい、でケーブルが2本ついてます。でこれ、実はですね、アンカーのウェブカメラを紹介するときもお話ししたんですが、これケーブル変えられるのとても便利で、まあ、ここに挿せばいいんですけれども、ケーブルの長さを自分で選べるじゃないですか、三脚で使うときに。で便利ですよね。であとタイプ C とタイプ A のケーブルが標準で付属してますから、好きな方が利用できるというわけです。では早速ですね、このカメラを接続していきましょう。でまずですね、今回はまあ、Type-C、Type-A で接続します。付属のケーブルですね。もちろん、これ Type-C、Type-C でも、まあ、お好みの方で OK というわけですね。で、こちらに、こちら、カメラ側は Type-C なので、Type-C に挿して、で、これを、はい、ここにつけるわけですけども、角度調整、こういうふうにできますので、まあ、お好みの角度で、はい、こんな形で、はい、で、USB ポートにつなぎました。はい、これでですね、もうつなぐだけで認識して、ウェブカメラなんで、利用できますね。で、ちょっと今カメラで。今これですね、パソコンのカメラですね。で、これで変えます。はい。で、こちらが、はい、今、はい。これが WebX のカメラですね。画質どうかな?だいぶ違うの分かるかな?だいぶ違いますよね、画質ね。この顔の光ってる部分の色合いとかがもう全然違いますよね。顔色も全然違うんですけど、ただこれでも実はこのカメラの実力じゃないんですけど、まあそれちょっと後で紹介しますが、これここにカバーがついていて、手動でこう見えなくできます。これ最近なんかこういうの流行ってますよね。まあ物理的にオフにしとけば映っちゃうことないだろうっていう話なわけですね。はい、では早速でちょっとこのですね、カメラのユーティリティを使ってみましょう。こちらのカメラのユーティリティを使うとですね、まあ、アプリがあって、この機能を使うとですね、画質等々の調整ができるわけですね。今 1280×720 になってますが、これをですね、ここを変更してあげると 4K にもできます。これ、今 4K にしました。これ 4K です。まあ後でちょっとお見せしますけど、はい、ただアプリによって使えないケースがあるというわけなんですが、ぶっちゃけ 4K って Zoom とかでも使えないことが多いです。というのは帯域足りないともう落ちちゃうんで、まあ、4K 使うって、例えばなんか自分で何かを撮影するとか、そういった時に使うと思いますけれども、あとは使わないと思います。はい。はっきり言って。で、4K で、フレームレートが30と15、それから、視野角65から81まで選べます。で、これ81ですね。視野角広げました。で、輝度もこうやって調整が効きます。はい。
お好みで調整がこう効きますね。で、さらにこちらの詳細ではさらにオートフォーカスとか自動ホワイトバランス、ホワイトバランスをオフにするとこんな色になっちゃうんですよ。でオートにするとこんな綺麗な色、いい色出てますよね。でちょっとじゃあまあこちらですね、 4K は実はあんまり現実的ではないのでフル HD にして、はい、フレームレート60にしてみましょうか。はい、でこれで例えば、はい、でこれでビデオでここで切り替えれば内蔵カメラと、はい、シスコのカメラですね。はい、はい、でこれがですね今シスコのカメラですね、非常に綺麗に写ってると思うんですけれども、でこれを内蔵カメラだとやっぱりちょっと落ちますよね。シスコのカメラだと非常にいいんですが、ちょっと背景なしにしようか、背景オフ、はい、で見てよという感じで、はい、でこれがシスコのカメラですね。はい、色合いがもう全然違いますよね。なんか穏やかな感じの色というか綺麗に写ってますよね。でちょっと興味本位でですね、アンカーの以前紹介したカメラとちょっと比較してみましょう。はい、ということでこちら側にアンカーのですねウェブカメラ、これもアンカー1機種しか出てませんが最近出たものですね。でこれ僕すごく評価して1万円ぐらいなんですが、比べるとですねやっぱこのテカ、顔のテカリってすいませんテカってて申し訳ない、でもそういう話じゃなくて、テカった部分見ればわかるんですけど白飛びしてるじゃないですか、こっちしてないじゃないですか、全然違いますよね。やっぱ僕このアンカーでもめちゃくちゃ画質いいと思っていて今最も愛用してるんですが、やっぱ2万円コースになると違う、髪の毛の質感全然違うの分かる、吉野さんこっち光っちゃって全然光ってないもんね。あとここの白飛びほらここ分かる、このおでこっていうか、つまり僕はこんなテカテカした親父じゃないのに、これな、これが僕の姿なのにこのカメラ使うとテカテカした親父になっちゃうわけよ。いや だそう思わない、そうでもない、どっちだろう、本当がちょっと分かんない。いやでもこ少なくとも画面で見ればこっちの方がテカってないよね。そうですね、うん、だから こっちの方がいいですよ、全然画質は違う、カーテンの色合いも全然、後ろちゃんとボケてるもんね、こっち吉内さんの服ボケてんのにこっちピント合ってるでしょ、ボケてくれた方がいいじゃないやっぱり後ろは。うん、やっぱり全然画質違いますね。ということでやっぱり2万円台半ばのカメラ価値十分あるなということが分かりました。はい、でもう一つがですねヘッドセットですね、いわゆる、ヘッドホンみたいな形ですけれども、ヘッドセットっていうのはやっぱり通話に強いタイプですよね。もちろん今時のヘッドホンって結構スマホ用のものは通話できますけど、さらにこっちの声の方が強いのが、まあウェブ会議向きのヘッドセットで、コールセンターなんかでも使ったりするようなものをシスコはずっと作っていて、それをですねまあ個人用にも使える、音楽を聞くのにも使えるしウェブ会議にも最適だよって形で作ったのがこのヘッドセット730シリーズですね。シスコヘッドセット730シリーズなんですね。で、これも後で、まあ、もちろん詳しく製品は紹介しますけれども、まあ何が特徴かっていうとですね、実はこれでちょっとですね、レビューでは難しいんですけれども、ノイキャンが両方に入ってるんですよ。つまり、聞くときのノイズキャンセリングができて、あとこちらのノイズが相手に入らないというですね、ノイズというか、まあ周囲の音ですね、が入りづらいというですね、まあメリットがあるわけです。で、あとは、その、普通に音楽を聴くのにも使えるよという形ですね。で、こちらもですね、ちょっと、これもですね、37,807円と。まあ、ちょっと高いんですけれども、高いなりの価値があるかどうかは、もちろんレビューで確認をしていきたいと思います。はい、シスコヘッドセット730ですね、紹介していきたいと思います。まあ、専用のですね、ケースの中にみんな入ってるんですよ。で、まあ、何が入ってるかというとですね、これを開けるとですね、ここにもちろんこう製品が入ってます。質感はこの辺は非常にいいと思います。価格よりいいぐらいいい。ただちょっと僕このピカピカ光ってる感じはあんまり好きじゃないんですよね。このまあ耳に乗せる部分のこの材質がちょっと好きじゃないんですが、もうすいません、それはもう個人的な問題で、あとはもう質感非常にいいですね。でこれ何が入ってるかというとですね、まずこれドングルが入ってます。で専用のドングルでも一発でつなげますし、それから Bluetooth でもつなげます。でさらにここにですね、実はこう説明書の中のこうへこみになってて、ここにこうケーブルがあってですね、 USB でもつなげますし、普通のヘッドホンのケーブル、イヤホンジャックにもつなげますということで、接続方法がいろいろあるのがとてもいいですよね。でもせっかくですから今回はワイヤレスでつないでみようと思います。はい、ということで、でこのドングルをですねここに挿します。はい、で
このヘッドセットの電源ですね、はい、ここに電源ありますから、これ電源入れてあげると、はい、これだけでもうこのアダプターと接続できます。でさらにもちろんさっきも言いましたが USB でつないでもいいですし、ケーブルでつないでも OK というわけですね、はい、でここで長さが調節できます、はい、で、はい、こちらにですねノイキャンオンオフのボタンがあります。今ノイキャンはオンにしてあります、はい、でこれはまあ電源と Bluetooth のボタンですね。で今回 Bluetooth では接続してないので、これはまあこれで OK と。であとはですね使うのはこれがですねボリューム調整のボタンですね。今ここ反応してるのが分かりますかね。これボリューム調整がちゃんと反応してます、はい、繋がってますのでね、これ便利ですよね。手元でボリュームが調整できるわけですね、はい、ちょっとボリュームをちょっと大きくしましょうかね。で音楽を聴くときにはこの再生ボタンを使いますし、で重要なのはやっぱりここにマイクがあってですね、要するに自分の声をよく取ってくれるというのが普通のヘッドセットとのちょっと違いとなってます。でここで一発でミュートも可能になってます、はい、ということで、はい、では早速ズームをつないでみましょうかね、はい、はい、それではズームにつないでみましょう。ズームのですね設定メニューを開いて、まあつなぐも何も普通そのままで使えると思うんですが、まあ一応設定する場合はオーディオをクリックしてですね、でここのスピーカーでこのシスコの、はい、ヘッドセットを選んであげればいいわけです、あと内蔵スピーカーもありますが、内蔵スピーカー選ぶとやっぱり意味ないんで、スピーカーでシスコを選び、マイクでもシスコ、まあ選ばれてると思いますが選べばもうこれで準備 OK ですね。でこれで使えるわけです、はい、はい、使えてます。でちょっとですね残念ながらこのノイキャンの聞こえ具合を動画で説明することできないんですが、逆側はできると思うのでちょっと試してみたいんですよ。つまりこちら側で聞いてる声 で これですね周囲の音をカットする、要するに逆ノイキャンというか、マイクの音をこうカットする機能がついているので、それがどれぐらい聞くかちょっとやってみましょう。はい、はい、皆さんですね今画面越しに僕を見ていただいてると思うんですが、今僕がですねパソコンでもちろんウェブ会議してるんですが、裏で別のパソコンで僕の YouTube が流れてます。でそのうるさい音も入っちゃってると思うんですね。入ってるかな吉成さん、うるさい音も僕の声以外に、うん、入ったら 丸出してください。入ってる、はい、じゃあ今ヘッドセットに切り替えてみますね。ノイズキャンセリングのついた、はい、ヘッドセットにしてみます。シスコのヘッドセットをつけまして、で音声の入これで僕の声聞こえますか？はい、聞こえます。今度周りの音はどうですか？そうですね、聞こえないですね。いや、聞こえない。聞こえない？うん。聞こえなくなった。全然違う、はい。そうですね、全然違います。はい、はい、以上です。はい。以上、シスコのウェブカメラとヘッドセットを紹介しました。チャンネル登録もよろしくお願いします。